日本語ができます。I can speak English. サヤビサバハサインドネシア。I can also tell a dansk. 4カ国語を話す習作の今日の1分間英語学習法。今日はリスニングの秘密についてお話しします。英語のニュースを聞いていて、どんなに長い文章の中でも Japanese という言葉は必ず聞き取れると思います。今 Japanese って言った、なんか日本のこと話してるんだなみたいな感じで、街を歩いていても後ろから外人の声でブラ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 ジャパニーズブラ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 みたいな感じで聞こえてきて、あーなんか今日本人のこと話してる、どうせ日本人の悪口でも言ってるんじゃないのみたいな経験はありませんか？どうしてジャパニーズっていう言葉が聞こえるのでしょう？それはジャパニーズっていう言葉を知っているからです。そもそもリスニング力というのは単語力とつながっています。Japanese という単語はとても長い単語です。でも Japanese という単語が長いから聞き取れるわけではありません。同じように長い単語は他にもいくつもあります。でもそれらの単語を知らないと会話の中で聞き取るのは難しいと思います。つまりリスニング力上げるぞと奮い立って洋画の映画を100本見ても、高いお金を出してスピードラーニングを聞き流しても、話されている単語を知らなければ聞き取れないのです。右から聞いた文章は全て左の耳から流れていきます。リスニング力はあなたの今の単語力または英語力に比例しています。それではまた次回のビデオもお楽しみください。